マリー・エリソン、ローレンス・ジョセフ・エリソン、ローレンス・ヨゼフ・エリソン、1944年8月17日台は、はデータベースソフトをはじめとする大手ビジネスソフトウェア企業、オラクル・コーポレーションの同設立者であり、元 CEO、会長、CTO である。4度の離婚歴を含む、私生活や幾多の訴訟や買収、ビル・ゲイツとの関係など、様々な話題にこと書か,かない。 また、自宅を和風建築にするほどの新日課としても知られている。近年では、中堅中小規模向けソス型ビジネスアプリケーション企業の根付いて社設立メンバーの一人としても知られる。2014年現在の総資産は500億ドルで、世界で5番目の富豪である。フィランソロピー活動でも有名である。ニューヨーク出身。 アシュケナジムユダヤ人の母親のフローレンス・スペルマンは、出産当時未婚の19歳で、生後9ヶ月のラリーをシカゴに住むおば、リリアン・エリンとその夫であるギリの叔父、ルイス・エリソンに養子として引き取ってもらった。ラリーは、実の母の名も知らず育ったが、48歳の時に、初めて対面した。エリソンの育った 2LDK のアパートは、シカゴの中の下クラスのユダヤ人の多い地区にあった。 後にエリソンは、母は大丈夫かかったが、父は非常に厳しかったと語っている。なお、養父ルイス・エリソンは、クリミア出身のロシア系ユダヤ人で、エリストからアメリカ合衆国に入国したことから、エリソンを名乗ったという。ルイズは普通の公務員として、シカゴで不動産を購入したが、世界恐慌の際に、それを失ってしまった。高校時代は秀才だが、不愛想な生徒だった。 イリノイ大学アーバナシャンペーン校に2年生まで通っていたが、リリアンの死後間もなく退学。カリフォルニア州北部で夏を過ごした後、シカゴ大学で学ぶために実家に戻ったものの3ヶ月で、またも退学し、カリフォルニアへ移住。この頃、コンピュータに触れ始めている。1970年代、エリソンはアンペックスで働いた。彼の関わったプロジェクトの一つに、 CIA 向けデータベース開発があり、彼はそれにオラクルと名付けた。エリソンは、エドガー・カイコットのリレーショナルデータベースシステムに関する論文、A リレーショナル、モデル・オブ・データ・フォー・ラージ・シェアード・データバンクスに触発され、1977年、自己資金1400ドルでオラクルを設立した。当初の名称は、ソフトウェア・デベロップメント・ラボラトリーズである。 1979年、リレーショナルソフトウェアインクに解消し、主要製品オラクルデータベースを出荷後は、オラクルに解消した。彼は、IBM のシステム、R データベースが、コットンの理論に基づいたものであると聞き、オラクルもこれと互換性のある製品にしたかったのだが、IBM は、エラーコードを秘密にすることによって、互換製品が出てくるのを防いでいた。オラクルの最初の製品は、 オラクル2であり、オラクル1は存在しない。このリリース番号は、それ以前のバージョンのバグがすべて解決されていることを暗示しようとして付けられた。1997年8月、ラリー・エディソンは、親友のスティーブ・ジョブズが、アップルに戻った後、同社の取締役に就任した。2002年9月20日、取締役会に出席する時間が十分に取れない。 ことを理由にプルの取締役を辞任した。2013年2月27日、エリソンが98%の土地を個人所有しているハワイ州のラナイ島、各当該記事参照にも定期便を運航している航空会社アイランドエアーを買収したことが発表され。2005年、オラクルはエリソンに給料として97万5 0ドル、ボーナスとして650万ドル、 その立て当てとして95万5千100ドルを支払った。2009年のオラクルからの総収入は8450万1759ドルで、内訳は基本給100万ドル、ボーナス358万6813ドル、ストックオプション7842万1000ドルだった。2009年8月22日、エリソンは2010年度の自身の基本給を1ドルに、 すると発表した。2014年現在、ホーブス氏の世界長者番付けによれば、エリソンは世界第5位の富豪である。アメリカでは3位、その総資産はおよそ500億ドルと見積もられている。2000年の一時期には、エリソンが世界一の富豪だったこともある。また2006年には、ホーブス氏がエリソンをカリフォルニアで一番の富豪にランク付けした。 エリソンは4度結婚していて、4度とも離婚している。3人目の妻バーバラ・ブースとの間には、息子のデビッドと娘のミーガンを設けた。エリソンは2003年12月18日、恋愛小説家、メラニー・クラフトと結婚した。結婚式では、友人のスティーブ・ジョブズがカメラマンを務めた。2010年破局。エリソンは、オラクル・チーム・ USA のメインスポンサーである。 オラクル社はこのチームに資金を提供しているわけではないが、ロゴとブランド名の使用を認めている。まず2003年の第31回大会にオラクル BMW レーシングを結成して出場。アメリカスカップへの挑戦者を決定するルイ・ヴィトンカップの決勝まで勝ち進んだが、ここで敗退した。続く2007年の第32回大会には BMW オラクルレーシング BMW からの出資が増えたため解消を率いて挑戦したが同じくルイ・ビトンカップの準決勝で敗退した。第33回アメリカスカップはいろいろと不予曲折があったが BMW オラクルレーシングがカップ保持者に挑戦をする形となり BMW オラクルレーシングが勝利した。2013年の第34回大会では1勝8敗の 崖けっぷちから8連勝し、防衛に成功したが、2017年の第35回大会では1から7で敗れ防衛に失敗した。エリソンは航空機パイロットの免許を持っており、複数の航空機を所有している。エリソンは彼のジェット機の騒音について何度かノーマン・ワイミネタさんのゼ国際空港と抗論に言っている。 三の税当局は7万5千ポンド34トン以上の重量の飛行機での深夜の離着陸を制限しており、エリソンはたびたびこれに違反している。2000年1月、エリソンは空港の規則の解釈について訴えを起こした。エリソンが所有するジェット機はメーカーが7万5千ポンドと9万ポンドの2種類の重量での運行が可能としている9万ポンドは 長距離飛行のために燃料を多く積む場合。しかし、3のゼに着陸する際は7万5000ポンド未満の重量になっており、それはログを見ても明らかだと主張。米連邦地裁判事、ジェレミー・ホーゲルはこれについて2001年6月、エリソンのジェット機を適用免除としたが、空港の規則そのものは否定しなかった。エリソンは不動産業界では、皇帝購入マニアとして広く知られ、 カリフォルニア州マーリブに十数件所有するほか、同州のウッドサイド、サンフランシスコ、タホコハン、リバーサイド、ロングアイランド州のニューポート、ハワイなどの高級不動産を多数購入している。2004年にはカリフォルニア州、ウッドサイドに12件以上の不動産を購入した、総額1億8000万ドル以上、エリソンが マリブの高級リゾート地カーボン b ーチに区画をまたいで建てた家6500万ドルは全米史上最も高価な個人宅だったが後にロンパールマンに抜かれているマリブには松久信之のノブマリブや恋人の名前を付けたニキータの地平店私別店舗開業といったレストランも開いた2010年には不動産王として知られるアスター一族所有の ロードアイランド州、ニューポートの古い邸宅を1050万ドルで購入した。2010年、京都府東山南禅寺の何輸送をクリスティーズの仲介で購入した、販売開始価格80億円。2012年6月、エリソンはキャッスルクックが所有していたハワイのラナイ等の土地をすべて金額未公開にて購入した。これにより、島の土地のは、 ラリー・エリソンの持ち分となり、残る2%が国有地となる。エリソンはこの島を持続可能な開発のモデルとして、有機農場などとして開発し、作物を日本などに輸出する構想を持っている。エリソンは、オラクル株、約10億ドル分を売却した件で、インサイダー取引の疑いをかけられたが、疑惑については否定し、 一億ドルを自身の設立した事前団体に寄付した。判事はエリソンの裁判費用に1400万ドルをオラクルが肩代わりすることを認めなかった。エリソンの弁護士は、もともとエリソンが裁判費用を支払う予定だったと主張したが、それは罪を認めたとも受け取れる。この時、オラクル社はスタンフォード大学の教授2名を社外取締役に任命して、 インサイダー取引だったかどうかを調査させ、潔白だという調査結果を出させているが、エリソンはスタンフォード大学に寄付をしていた。アメリカ同時多発テロ事件の際には、米連邦政府に全国的な ID データベースのソフトウェアを寄付することを申し出た。これは様々な憶測及び、物議を醸した。2016年5月、癌治療の研究所を設立するため、 南カリフォルニア大学に2億ドルの寄付を行った。また、寄付啓蒙運動のギビングプレッジに参加している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。